はい、皆さんこんにちは。今回はですね、週刊アイアンマンですね、ディアゴスティーニですね、ナンバー5がね、発売されたということなので、本屋さんに買ってまいりました。はい、本屋さんでね、買ってまいりましたよ。はい、ちょっとね、今日ロレツ回らないかもしれないですけど、申し訳ありません。連チャンでね、ちょっと手のかかる子たちがおりましたね。はいはいはい。ちょっと相談乗っておりましたね。はいはい、朝6時ぐらいですね、お話ししてましたのでね。前日は朝4時ぐらいまでしておりましたね。はい。連チャンで寝ておりませんけども。はいはいはい。困ったちゃんですね。はい。私がよく行くね、本屋さん、明林堂書店というところですね。で、定期購読を頼んでおります。はい。ではね、まあ、早速ね、ビニール上げておりますけども、はいはいはい。あ、なんかかっこよくなってますね、アニメ、漫画。ね、はいはい。で、説明書のとこちょっと開けまして、まあ、例によってね、応募券みたいなのがあると思うんですけどもね、はいはい、これが、はい、10号以降ご予約いただいた方へのみ販売となりますと書いてますね。何でしょうね。あ、はいはいはい、10号以降はということですね。はいはい、わかりました。はい、ありがとうございます。で、今回なんかね、少ない感じがいたしますね。はいはい、手光る言ってましたね。はい、早速ね、開けていってね、はい、出しますよ。はい、段ボールが1枚、段ボールが2枚、みたいなね。はい、3枚、はい、4枚、はい、5枚、6枚入っておりますね。はい、なんかこれディオラマ、ジオラマですね。ジオラマに何か使えそうですね、この段ボールね。このまま額縁でいいんじゃないですかね。はい、なんか使うかもしれないんで、取っときましょうかね、これはね。はい、で、電池と、まあ、これですね。はいはいはい。あ、なんすかこれ。なんかタグみたいなの入ってますね、今回はね。はい。そして応募券がまたね、ここついてますのでね、これ買ってね、応募される方はここら辺捨てないようにね、気をつけてください。はい。で、前後まで作ってた多分手がいりますね。右手がいりますと。早速開けてまいりましょうかね。早送りしましょうかねと思ったんですけども、今回はちょっと早送りなしでお送りいたします。ぐだぐだ喋りながらやりますのでね、はい、お付き合い願えたらと思いますよ。そしてね、なぜぐだぐだ喋るかと言いますと、私の話をするわけではなくね、その昨日相談を取りましたね、子たちね、子たちって言ってもええ大人なんですけどもね、ここなんだろう、まあ、かっこいいから撮っておきますか。あのかね、はい、なかなかね、皆さんね、悩んでおるみたいでね、はいはいはい、まあ、和光とは悩めばいいんじゃないですかね、はい、っていう感じで話しておりましたね。真剣なんですよ、ちょっと話聞いてくださいよみたいなね、はいはい、話聞いとるかなみたいなね、2日連チャンで切り取るわみたいな感じに話してたんですけどもね、はい、はいはい、まあまあちょっと開けていきますね。はいはい、もう 何があるかというとね、こうまあまあ、あのね、ハゲさんの NT チャンネルデリンジャーテルをね、ご存知の方あんまいないでしょうけども、そういうやついるんですね。気になる方はね、調べてもらったら出てくると思うんで、調べてあげてください。はい、見てあげてください。でね、何をしますかねっていう話、何の話をね、悩んでるんかなっていう話をね、聞きましたところね、自分は何をしたらいいんだろうみたいな、はい、まあ、なんかその就職活動してる学生みたいなこと言ってましたね。はい、
30超えてるんですけどもね。いやいやいや、いい面白いでしょ。こんな感じで入れなさいよと、はいはいはい、入れますよと、はいはい、もう電池入れるのも手慣れたもんですわ。はい、スイッチオン。はい、つかない。なんでなんかスイッチつかないですけど、痛いですから、なんでしょうね。まあ、動画界でじゃあやっときましょうか。ちょっと何が原因かわかんないんですがね。はいはい、ちゃんと電池はまってるんですけどもね。まあね、なんかこう罰ゲームっつってね、24時間ゲームをやってたんですけどね、この間ね、はい、まあ、それも、うん、まあゲームするのは全然苦じゃないということでね。まあ、つきませんね。なんだでしょうね。はい、まあいっか。まあちょっとこれなんか対処しますね。で、名前もないんじゃないかと本人がね言っておりまして、はい、なんか名前変えたいと。まあどんな名前があるのっていう話を聞いて、なんかその名前を変えるのを発表するってね、本日こうね、私がこの動画上げてる日になんか発表するらしいですよ。はい、なんでね、ぜひ皆さん見てあげてくださいね。電気つかないんですけどね。なんか、うん、なんでね、名前ね、まだ私聞いてないんですけど、なんか今日のちょっと私これお昼にね動画あげますけども、はい、夕方か夜か知らないですけどね、動画名前変えますっていう動画をねあげるみたいです。はい、止めしてと、はい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 、使うんですけどね、はい、で次のページですか。もう一回ちょっとプラスマンス見ときましょうか。ちゃんとはめてると思うんですがね、私も今日寝ておりませんのでちょっとぼーっとしてる感じがしますね。はい、ちょっと見ていきましょう。合ってますね、はい、合ってますよ。しょうがないですね。まあ、こうちょっとどうすればいいかディアゴスティーニさんに聞いてみましょうね、これね。はい、いろいろ皆さん思うところがあって、まあそのテルオっていうやつをね、まあ思い悩んでるみたいなんでね、皆さんも応援してあげてくださいね。はいはい、とで、蓋です。蓋っていうかこの手の甲みたいな、はい、こうやってつけるみたいな、それで手が完成らしいです。聞かれませんけどもね、はい。で、はい、これですね。
むことはいいことなんでしょうね。こんな感じですか。ネジ止めも何もないみたいですね。はい。はい、完成。これちょっとなんか袋かなんか入れて届かなくなくしそうな感じがしますね。はい。なんか肘関節らしいんでね。はい。こんな感じで。できました。はい。まあちょっとね、ここ光るように。できればいいんですけどね。はい、ちょっとやっときましょうね。はい、はい、ということでね、はい、じゃあこの辺で、終わりたいと思いますね。まだ夕方ね、動画上げますんで、そちらの方見ていただけたらなと思います。はい、あとね、はい、修理しておきました。以上ね、ラジコン屋さん模型さんですのでね、はい、電気系は強いんでね、はい、修理してきましたよ。はい、こんな感じで光ります。はい、こんな感じですね。かっこいいですね。はい、それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもいたしておりますので、そちらの登録もお願いいたします。それではさよなら。